礼儀作法の一番大事なことと、武士の生き残るための技で大事なことが同じ。どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういったものプロデュースを手掛けております。今回ゲストにワニブックスの内田勝也編集長に来てもらっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの編集者って、なんか言ってみれば言葉のプロじゃないですか。それで仕事してご飯食べて、そんな編集さんが思わずしびれた名言、なるほど、これを教えてほしいなと思ってまして、なのでちょっと各界の一流の著者さんから聞いた人生を変えるような名言を連続でちょっと教えてほしいです。なるほど、ありがとうございます、もう常に関わっている著者さんからはですね、人生を変える名言ばっかり書いてるんですけど、パッとですね、今一つ挙げるとしたらですね、小笠原流という、由緒正しき礼法の宗家の小笠原景勝斎さんから聞いた言葉があって、それがぐさっと今刺さったのをピンときました。お願いします。ちょっとぜひお伺いしたいです。斬新という言葉なんですけど、これ今まあこうしたけど左右逆なんで斬新斬新、斬新ですか、どういう意味ですか。斬新というのはですね、残す心って書くんですけど、例えば人とですね、じゃあまたねって別れた後に相手にちょっと気持ちを残すというようなことなんですけど、それどうするんですか。またねだとどうやって心気持ちを残したらいいの。やってちょっと私の独自解釈も入りますけど、ちょっとやってみますよ。じゃあ今日の収録が終わりました、で、例えば電車で、お互い別れますと、で私の電車の方が先に来たので、私電車乗りますので見送ってください。あ、僕は見送るんですか。プルルルルル、ありがとうございました。またありがとうございました。ガタンガタンで動き出しました、どうしますか。お疲れ様でした。お疲れ様でしたって言って、知ってますもん。でもそうですよねそこなんですそこが打ち合わせしてないのにこれ言ってくれたと思ってそうそうそう、相手に心を残してないんです。万が一私がふっと振り返って西浦さんどうしてるかなと思って見た時に、もう自分のことやってるぞと、私に心残ってない、今日の打ち合わせうまくいかなかったんだけどなとか、相手は不安に気持ちになってしまうと、ので斬新しなければいけませんよという。これ斬新が一番大事なことであると思うんですね。私が勝手にそう受け取りました。私と居合っていうのやったことがあって、その日本刀を振り回す技なんですね、っていうのは、そこの流派でもやっぱり斬新って教わるんですよ。ああ、そうですか。そういえば同じくが心残すって感じで斬新なんだけど、そのあれはこれで切りましたと、敵を切ったんだけども、生きてて起き上がってこっちを刺してくるかもしれないから、もう残すんですよね。相手に備えるというか、でピッてやってさ戻すみたいなのを教わったので、なんか礼儀作法の宗家の方がおっしゃる一番大事なことと、居合っていう武士の国も敵と戦うための、生き残るための技で大事なことが同じっていうのがちょっと面白かったですね。そうですね、通ずるものなんです。そうですね、だからもともと小笠原流というのが武士の方のための流礼法、武士のための礼法を始まったというような感じだったので、ちょっとあるのかもしれないですね。現代流に斬新というのを解釈したらこうなったみたいなことかもしれないですけど、その小笠原流って結構歴史があるんですよね。どれくらいあるんですか。700年以上あるというお話があって、でも700年ってことは本当源氏とか平家とかあの辺の時代から続いている、武士のための、本当は武士が生まれた時ぐらいからある、そもそもしきたりで礼法ってことですよね。今はその宗家の方が、いらっしゃって、その方の言葉が斬新だったってことです、どういう人なんですか、その方は。ですね、凛とした女性の方で、女の人なんですね、お名前からするともしかしたら景勝斎ですね。もうひげの達人みたいなイメージ。おじいちゃんのイメージでしたね、勝手に。でも本当に凛とした女性の方で、でも礼儀にすごい厳しそうと思うじゃないですか、会う前は。もうビクビクですよ、だから出されたコーヒーすぐ飲んだら怒られるから飲み方は悪いんですよ、なんか思ったんですけど、これこう回すんだって、回して一応こうして思ったんですけど、まあそういう不安は最初に口にしたんですよ、お会いした時に。いやでもとんでもありませんと、美味しく飲む飲み方が一番ですからみたいなことで、すごい気遣ってくれる、不作法な人にも。そういうのはなんかホッとしますね。やっぱりそういうこともできてのマナーの達人とか、作法の達人なんだなという。よく結構そのね、
マナー講師の方とかを、はいはい、まあ、揶揄して失礼クリエイターみたいなの言うじゃないですか、はいはい、それは失礼、それはあれは失礼、うん、これは失礼、うん、はいはいはい、だからその700円とか歴史がある方は、うん、そのなんか違うんですね、そういう感じじゃないんですね。そうですね、まあ、相手に失礼にならないように、うん、というのがもちろん、ね、うん、マナーの、まあ、とか礼法のあれかもしれないんですけど、うん、だから今もちろん素敵なマナー講師の方もいらっしゃるんですけど、はいはい、時々炎上してみてしまうような方は、まあ、ただ商売のためじゃないですけど、はい、別にあってもなくてもいいようなマナーを、うん、これが失礼だとか、うん、上司の方はこれがにはこれが失礼だよみたいな、うん、でも上司はそんなこと何も思ってないみたいな、はいはい、のをクリエイトしてしまったら、もしかしたら、うん、なんか何面倒くさいこと言ってるのとか、うん、そんなの誰も気にしてないよみたいな、お金儲けのためなのみたいな叩かれてしまうこともあるかもしれないです、うんうんうん、ただこの小笠原流というのはですね、はい、私風情語るのもあれですけど、聞き、はい、いただけの私があれですけど、はい、心というのを大事にしていると、うんうんうん、だからあ基本的には礼法というのは相手にとって失礼じゃないとか、うん、相手を慈しむ心のやり取りだから、うん、あそこを中心に考えなさいということなんです。やっぱり斬新をすごく大事だとおっしゃるし、はい、まあ、目の前の編集者がコーヒーガバガバ飲んでても、はい、なんだこいつまと思ったりしないで、そうなんです、喉乾いてたんだなって思って、優しい気持ち、お水も一緒に出した方がいいでしょうかみたいな、あ、そういうことになってくるんですかね、はい、うん、あら素敵、そうなんです、そうあってほしいなって気がすごいします、はい、礼儀作法で一番大切なこと、やっぱ作法 の、はい、の極意の名言が、まあ、斬新っていう言葉である、はい、斬新で私が感じただけです、はいはいはい、おっしゃったと二条でもおっしゃったもちろん、はいはい、で、まあ、その武術の居合、うん、まあ、とかでも出てくる技というか、はいはいはい、としての斬新というのが大事だというのが面白かったんですけど、はいはい、結局のところ礼儀作法において大切なことって何なんですかね。そうなんですよ、それは気になって私もお伺いしたんですけど、はい、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい、まず第一に挙げてくださったのが、うん、あ、慈悲によるべしという言葉、うん、どういう意味ですか、すごく噛み砕いていくなら、はい、時と場合によるべしというですね、あ、それこそ小笠原流ら流の代で伝わる伝書というんでしょうかね、うん、礼法の伝書のところどころにも出てきますよと、はい、あ、時期によるべしという言葉が、はい、結構出てくる、はい、伝書というのはその伝わってきた700年、はい、700年の教えが、はい、教えのところどころに出てきますよ、はい、ですごい面白いなと思ったのが、うん、礼法の人がですね、うん、その時々、なんか硬そうじゃないですか、礼法って言ったら、はい、ちょっとでもミスったら、あーみたいなとか、失礼だわね、みたいな、はい、思うんじゃなくて、はい、基本はできていれば、うん、その時々で変えなさいと、うん、柔軟に。だから、目の前でコーヒー、変な飲み方がついても、そういう飲み方がいいですよね、みたいな。受け入れていく。そう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 、そうです。相手の心を分かって、うん、あ、砂糖3つも入れるんですか、みたいな感じでもいいんですよ、と。ガッパガッパ入れてください。だから、入れますか、そうそうそう。だから時期によるべしという、うん、その時々の状況によって変えなさいと、うん、でそこそ今マニュアル化が叫ばれていたりですね、はい、なんかマニュアルに沿った対応しかできないみたいなところも時々ニュースになりますけど、それで炎上とか、うん、じゃなくて相手の心を本当に思うなら、うん、マニュアルではこうだけどこうした方がお客さん喜ぶんじゃないかなと、うん、人に考えなさいみたいなことも言われていました。あ、それがまあ極意なんじゃないかな。極意だし本当の礼法っていうのは相手のことを心考えることだから、趣旨一貫してて素敵ですね。そういう方法は、ね、そこですっていう、そこはそうなんです、そこに本当あの寄り添って、はい、いろんな例が生まれていったっていう感じがしますね。そうですね、うん、だからはい、そうですね、必要、人間が上手に生きていくためのものとして生まれたっていう、うん、ことですね。だから素晴らしいですね。だから礼法の考え方がすごい変わって変わった、うん、試してもらいました、はい、どうして斬新できてますか、内田さん。私はね、できてるつもりなんですけど、はい、私がもともと例えばお付き合いしていた方がですね、はいはい、例えば私が先に家を出た時にですね、うん、玄関まで送ってくれて、うん、じゃあ行ってらっしゃいと行ってきますって言って、うん、瞬間にパタン閉めてドンガチャガチャガチャみたいな、ドンゴミみたいな感じで音聞こえるぐらいの勢いで、はい、私が信頼されてなかったのでそういうのあるかもしれないですけど、はい、ちょっとこれ心にぐさってくるんですけど、はい、マナーとしてどうなんですかと言ったら、斬新っていうのがあってねっていうのが、ああ、相手に心を残す、はい、だから、まあ、別にね、そのゆっくり締めろとは言わないんですけど、はい、なんかいけない締められたら相手がどう思うかなとか、うん、ちょっと心を考えましょうよと。で、まあ、その方を別に欲しいなっていう、はい、別に何の気なしにやってたと思うんですけど、うん、一つそういう心を持つだけで私も逆の立場の時はそうしようとか思ったり、うんうんうん、これから斬新していきたいと思います。斬新です、ね、お願いします。斬新見届けます。今日も斬新していきます。今日も斬新していきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ててください。セミナー対面相談プロデュースは概要欄から。